振り付けを覚えてるのかっていうのを聞きたいなと思います。ダンス上手になる人って確かに思います。思います。あつぷり、ドラマじりです。もう一回いいですか？あつぷり、ドラマじりです。おつぷり、どうも、川村かずです。私が YouTube を始めたきっかけでもある師匠ですね。本当にカエルさんを見ながら YouTube を始めてきたんですけど、そんな師匠をお呼びしてコラボ動画を撮影したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。師匠とか言って今日始めましたんですけど、そうですね、今日本当に朝会ったばっかりですけど、はい、勝手に仲良くなったつもりでいますし、今日お会いできたことを嬉しく思います。こちらこそ。みんなにもためになるような情報をたくさんね発信しますので、最後まで見てってください。イエーイ。皆様が聞きたいであろう、どうやって振り付けを覚えているのかが、普段の自主練習何をしているのかが、改めて今日は詳しく紹介したいなと思います。それでは早速やっていきましょう。せーの、踊るんで。それでは一番最初の話題は、どうやって振り付けを覚えているのかっていうのを聞きたいなと思います。まず手と足をバラバラに覚えることが多いかなと思います。あとは長い時間覚えすぎないようにして、例えば15秒ぐらいずつを手だけまず覚えて、足だけ覚えて、で組み合わせて、ゆっくりから練習して、ちょっとずつ速くして体に染み込ませるっていう感じで言われてるかなと思います。 YouTube の機能でスローにできたりするじゃないですか。いつも何パーセントぐらいできます？0.5 から始めますね、大体。もう最近の振り付け早すぎて難しいです。大体 0.5 から見て、でちょっとゆっくりすぎたら 0.75 にしたりとか。 0.25 までいくと遅すぎてなんかテンポ感がつかめないじゃないですか、体のノリが。確かに 0.5 ぐらいちょうどいいですよね。そうですね、やっぱね、ゆっくり覚えるっていうのはおすすめで。はい。さらに感覚を短く覚えるっていうのあったと思うんですけど、はいはい、周りの初心者の子とかを見てて、まだ覚えきれてないのに次に行こうとして一曲覚えたつもりでいるけど、見たままじゃないと踊れないっていう子を結構たくさん見たので、それよりもちゃんと一つずつ10秒でも5秒でもいいから体に入れてから次に行くのがいいかなって思いました。多分何でも一緒だと思うんですけど、やっぱり一歩ずつ一歩ずつ積み重ねていくのが大事やなと思うので。おお、めっちゃためになる。あとはどのぐらいの時間をかけて練習したり覚えたりしてますか？これはちょっと実はレフィレクションなんですけど、しっかり全部覚えきってからレクチャー動画とかを撮影してなくて、実は自分の喋る言葉で脳に入れてるんですよね。一緒ですか？一緒。見て右手からって思ったら、動画までで右手からですって言ったら記憶に残るんですよ。だから実はレクチャー動画で私めっちゃ完璧ですよみたいな風に見せときながら何回も確認しながらやってます。めっちゃ一緒です。やっぱりこうやってやんだよって言ってすごいバーンって言ったくせに合ってたと思って見るとたまに違う時もあります。めっちゃあるあるです。ありますか？解説動画とかみたいに編集された完成されたものを多分みんなは見てると思うから、こう完璧なんだなって思われがちですけど、意外とねみんなと同じく何回も間違えて何回もやり直して撮り直していいとこだけをみんなに見せてるっていうことですよ。はい。それでは次の話題に行きます。ダンスのために生活で気をつけてること、何かあれば教えてください。これも生徒さんと話してて最近気づいたことなんですけど、結構姿勢を意外と意識してるなって思って、ジャズの先生にめちゃくちゃ引き上げを言われて、やっぱりこうヒップホップとかだとこう猫背でもかっこいいんですけど、ジャズとか綺麗な踊りをするときはやっぱり猫背だとかっこ悪いし、肩甲骨の周りが凝り固まっちゃうと全然可動域が出ないので、姿勢を注意するようになって、先生になって生徒たちを見てて、やっぱり普段から猫背の子はどんだけ踊る時に意識しても猫背なんですよね。ね。一日の中で1時間踊る時だけ意識しててもどうしても変わらないことなので、24時間のうちにできるだけ意識した方がいいかなって最近改めて思いました。もううんうんって感じです。動画を見て皆さんもね、多分ちょっと背筋が伸びたんじゃないかなと思います。こう私も生徒さんに教えてるとき、あ、普段こういう姿勢で生活してるんだろうなって思う人は結構多いです。やっぱ
みんなこうスマホで首が前に出たりとか、この辺が落ちてたりとか、やっぱ気になりますよね。どういうダイエットしたりとかありますか？私は結構いろいろ失敗してきてるタイプなんですけど、ただ食事の量を減らしただけとか、炭水化物抜いたりとかだと衰えないんですよ。もう力が出なくて、だからバランスのいい食事をできるだけ心がけてしてます。ちなみに普段何食べてるか聞いてもいいですか？ちょっと意識してる時は、朝はプロテインスムージーを飲んだりとか。何味ですか？最近ミルクティーです。おお、おしゃれ。バナナとかココアじゃないですね、ミルクティー。ああ、おしゃれ。ミルクティー。あと何飲む？あと何食べてるんですか？白米をやめて玄米。ああ、そうなんで、でも私は結構どっちでも味そんな変わらず好きなので、家で食べるときは玄米絶対食べてます。なんか楓さんの話を聞いてると、なんか行動力が高い、めちゃくちゃ見て終わりになっちゃうことたくさんあるじゃないですか。あ、そうなんだ、栄養高いんだ、自分の生活に生かして買いに食べる、しかもそれを継続してるって、どっから湧いてきてるんでしょうか、その行動力は。全然今みたいに話してもらった感じ、努力だよなって多分受け取られると思うんですけど、日によって差が全然違います。だからやる気になった時にやらないと一生やらないので、やる気になった今日自分最高のテンションやなっていう日に買いに行って置いとくと賞味期限が迫ってくるので、食べないとなっていう感じです。あ、じゃあ多分あれですね、パッてひらめいた時にすぐ行動に出せるタイプの人なんですね。そうですね。あ、そこはやっぱ見習わないといけない部分です。私は違いますか？え、半分ちょっと。でも私なんか最近ダンスやってて思ったのは、はい、このダンス上手になる人って行動力めっちゃ高いんですよ。確かに。思います。思います。いつも質問とかいただくんですけど、こう聞くけどやらない子も多かったりするじゃないですか。そうするとやっぱどんなに知識があっても、ダンスって体で身をもって体験してないと感覚が生まれないじゃないですか。その自分にしかないこの感覚っていうものが芽生えないまま、なんか満足していなくなっちゃうと、うん、ああこのままきっと成長できないなっていうふうに思っちゃうから、やっぱ行動力の高さってダンスの上達には絶対必要だなって最近思うんですけど、どうですか？今めっちゃ多分私たち同じような質問が来てると思うんですけど、これやったら上手になりますかとかいう質問来ますよね。めっちゃ来る。でも私たちが多分出してる動画ってこれやって上手にならないわけがない動画なんですよ。自分たちが必要だなって思うことしか載せてないと思うんですよ。だからやれば上手になると思うんですよ。やる前にこれやれば上手くなるんかなって考えるんじゃなくて、やってから行き詰まったら質問してほしいなと思います。なんか今鳥肌立ちました、私見てて。なんか感動しました。私はなかなかこうやって動画で言葉にして伝えることがあんまりまあできてないんですけど、今まで言葉にならなかった思いを全部言ってくれたって感じ。本当に。でもそんだけ思いを乗せて作ってるわけじゃないですか。それをやっぱ受け取って行動移してくれたら嬉しいですよね、こっちも。ゼロを1にすれば助けてあげられるけど、ゼロを1にするのは多分自分の意思しかないので。レッツドゥイット。師匠かっこいい。やっぱり師匠かっこいい。素晴らしい。ちなみに今おいくつですか？21ですね、今。いや、今私最近26になったんですよ。多分会社員5校ぐらい年上なんです。今年22です。次24つ上なんですけど、私が4年前とかもこんな考えを持ってダンスを教えたりとかできなくて、楽しめばいいよみたいな感じだったから、なんか本当にすごいなって思います。今のやっぱりただ踊るスキルだけを磨くんじゃなくて、物事の考え方だったりとかがかっこいいなって思いました。ありがとうございます。かっこいいって思った人、動画のグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。めっちゃ聞くんですよ。実は先生に「楓ちゃんは下手くそだよ」って言われたんですよ。泣きながら踊ったりとか、自分に対してなんでこんな話が出てきたんですか。自分の番が来た時に怖くなっちゃって、先生に「なんでそんなに泣いてるのか」って言ってくるなって最近よく思いますね。いかがですか？ジェリコダンス部のチャンネルでは皆様のダンスがもっと楽しくなるような動画をたくさん載せています。チャンネル登録をしてジェリコダンス部に入部してね。
踊るる。